ヤナバルの、ヤナバルか、インドか焼きだけど、うん、ヤナバル。そして、ティーダウッカ、チネン半島ティーダウッカ、この先、ここの先ティーダウッカ、太陽の川。太陽の川、このアベリハワイというのは、あれよ、ほとんど、移動神だよ。水の温だから。はいはい。それと、元屋敷とか、グスクなんかも入るけど、うん、ほとんどが、とびとびの田舎ではほとんどは移動がね。あ、そうなんだ。途中に井戸って書いてあった。うん、めちゃめちゃお水がきれいなところもありますよね。あ、駒ヶ島だ。駒ヶ島、ああ。あれ、あれが。夏はあれが多い。あ、あそこそうなんだ。レンタカーいっぱい。じゃ、レンタカーいっぱい。あ、無人島だけど。無人島だけど、自分だから、あの、沖縄観光を開発した当時、うん、東京駅と羽田空港のモンレルの階段の上の方に、うん、この写真5個、マジっすか、飾ってある。それで、30年前、25年前、一番人気出張だった。新婚ブームがいっぱい。それで、また。あそこに行っても帰ってこないといけないわけでしょ、無人島なら。無人島。今日は来ないわけない。夏は、いい天気には、また人多いけどさ。向こうでダイビングしたり、スノーケリングしたり、教室を向こうで出すから。夏場だったらもう300名、400名、1日場だったまた熱帯魚がたくさんいるから、このソーセージとソーセージが売ってるから、ソーセージと、はいはいはい、それ用だったの。僕美味しそうだからさっき買っていこうかと思ったんだけど、おにぎりにしたんだけど食べたら美味しい。食べたら美味しい。美味しいよね、魚肉ソーセージね。熱帯魚とみんな遊ばしてる。あ、そうなんだ。これ持たない人はみんなちょっと疲れてくるけど、トモフになっちゃいますね、魚肉だと。え、見える、あれ久高島っすかね。じゃあ見えるんですか。もっとこっち、コマ、へぇ、今このホテルの影になってる。これめちゃめちゃいいとこじゃないですか、ここの眺め。あれ、うまいことになってますね、フェーファー歌姫の最後のあの丸く見えるとこ、これ、から抜けて、久高島がちょうど丸く見えます。うなきが真向かいになる、この水がちょんちょん樽投入道があるから、昔はここに金の壺何回も置くけど、盗まれて、盗んだ人が罰当たります。罰当たって死んで探しきれないという。ああ、そっか、まだ持ってりゃいいのか。死んじゃうからダメなんだけど、なんか壺が2つありましたよ。お金入れないでくださいって書いてある。あっちのパンフレットもらってきたらよかった。あ、もらってきた。もらってきました。うん、これもらってきた。船で読もうかな、うん、すげえなぁ。いい天気には綺麗だよ、この西北たちからの眺めで。すげえ綺麗だよ、今も七色に変わるから。変わりますか。よく持ってるね。この海藻が生えてる底に行くと、何も生えてない、そこで、はいはいはい、そこ砂と、そっか、
いろいろ骨が変わっていく。これ泳いで渡る猛者はいないんですかね。うん、時々いるけど1週間後に猛を払っている。そうだよね。30年前も学生2人で砕きからこっち泳いで、一人は駒ヶ島からようやく向こうに上がったけど、一人は1週間後ホワイトビーチの軍港のところに上がって、流れはあれに流れるから沖は、この砂山の後ろからは八連半島に流れるわけ。潮はあっち、この奥はこれに流れる、潮はこう流れてる。だからこの砂山の後ろで事故を起こして遭難する場合は皆かつれにしてるから。今日午後質問に立つのが公明党荒木清弘さん。流れが強い、あの大潮の場合の